あなたお名前を、いや別に言いたくないんだけど大丈夫だと思うんですけど、まあ、外国の方で、結構オーバーステイしてる人とか結構多いんですよ、まあ、大丈夫だと思うんですけど、そのチェックをね我々もやっぱ警察官なんでやらなければならないんですよ、で皆さんにご協力いただいてるっていう次第なんですよね、まあ、まあせっかく言うと別に見せなくていいと言うんだけど、でもこれ持ってなきゃいけないもの、でも持ってますよ、そうそうそう、やっぱ確認のためにでも持っていると見せるは別のことと分かってますけど、確認はでも自分は分かるですね、我々は分からない、まあそれは私には関係ないでしょ、関係ないと思います、それやっぱし、ね、私はここに、ね、間違いなくありますよ、ね、日本でこういう、ね、許可ありますよっていうのはやっぱしそれは示さないと、それを結局示さないということは我々としては持ってないんじゃないかなとか、やっぱりそういう形になってきちゃうから、まあ、なんていうか、今のルールは持つ必要が持つ必要ですね、だけど見せる必要はない、で措置は確認できないんだけど、実は措置が難しい立場じゃないの、でこっちは別に見せなくてもいいと、法律はそうじゃないのと思ったけど、何か確認はやっぱりしないと、確認させてください、でもそれは警察官の問題でも個人の問題じゃない、だから法律として法律としてはやっぱりそれ持ってるんであれば、ね、それは問題ないです、であればやっぱりそれ、ね、持ってますよということを示していただければ、我々としても素直になってると思うけど、納得させていただいて、もう感謝しますのでね、ご協力していただいて、まあ、ね、そうかそうか、あ、まあ、だったらいいけど、すみません、どこの警察署ですか、村とも、先ほど名前、でそれも警察もなんだっけ、警察手帳とか、ちょっと見せてくれませんか、はい、私村田と申します。あ、はい、はい、よろしいですか、はい、はい、ありがとうございます。どうしますか、あ、はい、はい、お願いします。はい、すみません、時間かかっても。いえいえ、とんでもないです。あ、なんか前は、先月が2ヶ月前、吉祥寺ではなんか、警察じゃないものがいたそうですね。そうなんだ。インターネットで読んだけど。あ、はい、はい、恐れ入ります、はい。どこですかね。これかな、はい、すみません、はい、確認取れましたけど、はい、今何年ですか、ん、あ、7年、そうですね、大体7年です、結構ね、日本語ペラペラだと思います、まあ、はい、まあ、いろいろとね、まあ、行き違いとかもあるんだけども、やっぱりこういう時に協力していただければ我々としても、ほら、ね、そうですね、ね、変なこと言わなくても済むし、ね、そうそうそう、お互いにやっぱり気持ちのね、やっぱり復帰が、ね、今後も日本とね、やっぱ協力していただけるのであればやっぱし、それは、まあ、オリンピックの時どうなりますかね、それはちょっと心配、まあ、まあね、とにかくね、やっぱり平和になるのが一番だから、まあそうですね、今後とも一つよろしくお願いします、はい、どうもお願いします、どうも、で、そう